はい、まずは先ほどから私も実は弾いておりましたこちらですね、 CLP シリーズです。クラビノはレッスンピアノです。こちらには先ほどのヤマハの CFX やベーゼンドルファーの音だけではなくて、まだたくさんの音色が入っています。例えばチェンバロの音ですね。チェンバロ、そう、チェンバロってご存知ですか？なんか鍵盤楽器だった覚えがありますけれども。はい、その通りです。で、見た目はピアノにそっくりなんですけれども、音を出す、ね、仕組みというのが違いますので、実際聞いてみると音は全然違うかもしれません。バッハがですね、チェンバロの曲っていうのもたくさん書いていますのでね、今日はそのバッハのインベンション第1番をチェンバロの音で少し演奏してみます。ピアノで弾いてる方は結構いらっしゃると思いますけど、雰囲気が全然変わりますね。そう、全然違うんですよね。今、強弱の変化がつかなかったのってお気づきでした？あ、確かに。そう、チェンバロって、はい、今私大きくしようと思って弾いていたんですけど、変わっていなかったんじゃないかなと思います。強弱がつかない楽器なんですね。そうなんですよね。ね、こういった実際にその作曲家が生きていた時代、作曲家が聴いていた楽器で演奏してみることで、じゃあ強弱がつかないからそれ以外の音の長さであったり、そういったところでね、表現をしていくっていうことがよりリアルに学べるのではないかなと思います。なるほど。それではですね、実は2つの楽器の音色を同時に演奏することもできますので、次はそれをご紹介します。2つの楽器の音を同時に弾くとはどんな感じになるんでしょう？はい、まずはですね、2つの楽器の音を重ねて演奏してみます。ピアノの音です。そしてもう一つはバイオリンですとかチェロの弦楽器の音を重ねていきます。最初はピアノの音だけで演奏します。途中から重なってきますので、どこから重なったかなっていうのもね、ぜひ注目してお聴きください。ジブリの千と千尋の神隠しのあの日の川ですね。すごい、ピアノだけで弾くのとはまた全然違う、こう、なんでしょう、映画音楽らしさっていうのが出ますね。はい、ね、いろいろな曲が楽しめそうですよね。はい、では次はですね、鍵盤を高いところと低いところに分けて、それぞれ別の楽器を割り当てて演奏をしてみます。右側はですね、ピアノの音です。左側の低い方はベース&シンバルです。
んな音ですね。ベースとシンバルが一緒になってますね。はい、それではお聴きください。すごい、全然雰囲気が変わるね。一人バンドみたいなことができそうですよね。面白いですね、はい、一人でもこんなアンサンブルっぽいことができるんですね。はい、ね、こう一つの音だけではなくて二つ重ねますので、重ねたり、ね、こう分けたりできますので、本当に自分の好きな音というのも作ることができるんじゃないかなと思います。なるほど。はい、私先ほどからこの楽器の左側のところを操作しておりました。ここに操作パネルがございます。ちょっと操作パネル見てみましょう。はい、 CLP の操作パネルはこのようになってますね。はい、そうですね、735745、そして775785でね、少し変わっておりますね。はい、これ775785はタッチパネルというか、こう操作をしている時だけパネルが出てきて、演奏している時とかパネルを操作していない時は、なんか本当ピアノみたいな、こう真っ黒な、かっこいいですね。そうですよね、なんかね、こうより演奏にも集中できそうな感じがしますよね。はい、はい、この操作パネルを使うと他にもいろいろできるんですか。はい、そうですね、まずはメトロノームですね。やっぱ練習するときにはもう必須アイテムです、ね、こうカチカチいうものですねこれ簡単に、あ、速くなりましたね。はい、変えることもできますし、その他にもリズムというものもございます。いろんなリズムのね、入っているんですけれども、例えばこんな感じですね。ちょっと合わせて弾いてみます。ショパンのノクターンがジャズっぽくなりましたね。そうですね、いろんな、ね、パターンでこう弾けそうだなという、ね、楽しいリズムがたくさんありまして、もちろんこう曲を合わせて楽しむということもできるんですけれども、私がおすすめしているのはですね、基礎練習に一緒に使うということなんですね。基礎練習、はい、ピアノも基礎練ってあるんですよ。有名なところですと、ハノン。あ、ハノン、皆さん聞いたことあると思うんですけどちょっと嫌な顔される方が多いかもしれないですね。そうですよね、私もね、ちょっと嫌いでした。ハノンでこう片手練習しながら、実は片手で漫画読んでるみたいなことをしていたようなタイプだったので、ね、まあ、もちろんね、お好きな方もいらっしゃると思うんですけれどもただあんまり好きじゃないわっていう方にも、例えばこういったリズムに合わせて弾いてみるとちょっと楽しくなるかもしれませんね。なんか曲っぽくなりましたねそうですよね、メトロノームに合わせるよりは楽しそうですよねで、ハノンもこう普通に弾くだけではなくて、リズム変奏って言ったりしますけれども、いろんな形に変えたりするんですね。ただこれってやっぱり飽きてくるのか、だんだんリズムが甘くなるという言い方をします、ね、そういったことが起きたりするんですね。そういった時にも、例えばじゃあリズムをはい、
くことでこの譜点の音符がすごくこう分かりやすくなった感じがしますね。そうなんですよね。楽器 の、 この出てくるリズムを上手に使って、ハノンのリズム練習、リズム変奏というのをねすることでよりねはっきりとしたいいリズムで練習ができるんじゃないかなと思います。なるほど。ハノンの重要性っていうのはすごいね、指の練習は大切だってよく言われてるんですけれども、楽しく練習できればもう一石二鳥ですよね。そうですね。ぜひねご活用いただきたいなと思います。そして他にはですね内蔵曲たくさん入っております。クラシックの曲が50曲、それから今お伝えをしたハノンですとか、ツェルニー、バイエル、ブルグミュラーといったレッスン曲が303曲入っています。片手ずつの練習ができたり、それからある部分だけ、苦手なところだけを繰り返し練習ができたりといった、そういったことも可能です。また録音ができますので、自分の演奏を録音して聞いてみたり、そして Bluetooth 搭載されておりますので、楽器とお手持ちのこうスマートフォンなどをつなげて、スマートフォンの中の曲を楽器のねいいスピーカー、ヤマハはオーディオメーカーでもありますので、とってもねスピーカーもいい音のものが入っておりますので、そういったスピーカーで、音楽を聴くといったこともできます。いろんなことが CLP もできるんですね。そうですよ ね、 ね、レッスンに役立つ機能というのが本当にたくさん入っていますので、ぜひ CLP、気になる方、お店でもぜひ弾いてみてください。はい。